こんにちは、田中です。今日はなんとですね、有名な超有名な YouTuber のですね、花尾さんの動画に出演させていただいて、僕にやってた頃からね、ファンで言ってくれて、いっぱい聞いてくれてるっていうのは知ってたんですけど、なんかね、こう終わった後結構仲良くなって僕にがね、終わった後仲良くなって、この前大阪に行って動画を撮ってきましたと。で、それが今日上がったので、この動画を見ながらちょっとペラペラ喋っていきたいなと思います。で、もう結構途中まで見ちゃった後で、これやったらよくねみたいな気づいたんで、途中からなんですけど、許してください。では、なんかちょっとここら辺から、ここら辺のとこかな。ロードしてるぜ。時には誰かを知らず知らずの心は今のうまくね。楽しい。車の中でやってた。はい。レガーさんいいですね。なんかよくわかんないんですけど、まあなんかバトルするということになったので。かわしましょう。かわしましょう。かわしましょう。僕の口癖なんですけど。せーの。あごりすいた。しっかりとね。ちょっと大きくて僕の声あんま聞こえなくないですか、もしかして。そうかも、もしかしたらちょっと音量下げますね。いや、でもこれ普通にそのミヤッチの曲なんだけど、めちゃめちゃちゃんと普通にみんなで3人でアカペラで結構がっつりな完成度で歌ってくれて、企画だったんですけど、普通になんかめっちゃ嬉しかったんですよね。なんかようやるやんみたいな、すごくねみたいな。もう顔死にすぎスンさん顔死にすぎ。いいですね。尾上凛さんの歌い方がすげえ良くて嬉しかったですね。結構ちゃんとしてたんだよな。普通にもうめちゃ聞いてくれてんだなっていうのが分かって嬉しかったですね。このなんかドッキリもうどうしようみたいな思いながらも普通に感動してしまったっていう、これは気分に入った僕なんですけど。いい話や。はい、ね、前半見てもらえると分かりますからね。白日ね、いい曲ですから。一応ここもね歌ってるんですけど、かわいいがオーケストラで歌ってるんですけど、ここでね、なんとサビが、そうしっかりとかましますマジで、マジでこれが一個も聞こえなくて着ぐるみ、鬼ほど声が、もう僕はこのタイミングね、大阪に行ったんで、ちょっと、もうこの動画助けて、いやもう良かったですね。これ懐かしい、この松本さんね。
という動画です。かわいい。いやマジで声がでかかったんですよね。でも結構面白かった。なんかこうしっかりとした YouTuber の動画に参加することなかったんで、確かに今まで最高や。やっぱあの頭つけてたらね。そう、もうマジで声聞こえなくて、私もう笑っちゃった。いや楽しかったですね。以上です。いやなんかねでも楽しかったですね。あこっちで撮ったのか。そうなんですよ、うん、まあということでね、これ大谷さんわけね、大阪ので。そうということでね、あのぜひ皆さんもね、まあ、飛ばした前半部分とかねちゃんとねぜひ見ていてください。結構面白くて、すごいなんか YouTuber の人たちってめっちゃすごいなと思ったので、まあおそらくねこの動画の編集もめちゃめちゃ凝ったものになっていることでしょう。それではご期待ください。ご期待くださいっていうかもう終盤だからもう見終わってるから。そう見終わった時にあ、まあこの後だから僕が編集頑張れるかどうかっていうのが分かるわけです。じゃあ分かるわけですっていうか見たら分かるんじゃないですか。